アイテム番号、SCP-634JP。オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル。SCP-634JP はその周囲 10km が原生自然環境保全地域の立ち入り制限地区に指定されており、制限区域境界に設置された監視塔と監視衛星により常に侵入者が監視されます。侵入者が発見された場合は直ちに機動部隊により確保され、クラス A 記憶処理が実行されます。各 SCP-634JP-1 は切り箱に入れられ、サイト8181の小型物品収容庫に保管されます。2010年12月2日追記、SCP-634JP-1 を扱う場合はサイト管理官の許可を得なければなりません。その場合、職員には手袋の着用が義務付けられるほか、切り箱から取り出す時間を可能な限り短くすることが推奨されます。説明、SCP-634JP は県の、ええやない、座標に指定等々に存在する建造物です。外見は茅葺き屋根の平屋であり、江戸時代の一般的な庄屋の屋敷に類似しています。SCP-634JP にたどり着けるのは、SCP-634JP を訪れたことがない。SCP-634JP-1、写真、映像を含む、を視認したことがない。SCP-634JP-1 に物理的接触をしたことがない。上記3つの条件を満たす対象に限定されます。条件を満たしていない対象が SCP-634JP に接近した場合、SCP-634JP から約500メートルの地点で A 屋内のランダムな位置にワープします。SCP-634JP の内部は一般的な日本様式のものであり、間取りや内装に得意な点は見られません。SCP-634JP の内部は埃が積もっておらず清潔に保たれていますが、SCP-634JP に人が住んでいる痕跡は現在まで発見されておらず、内部で人影を見たという報告もされていません。SCP-634JP の各部屋には大量の SCP-634JP-1 が設置されています。SCP-634JP-1 は SCP-634JP の各部屋に設置されている陶器群です。SCP-634JP-1 の形状は茶碗や湯飲みなど様々であり、色や大きさも一貫しません。各 SCP-634JP-1 にはウラインとして、編集済みの文字が記されていますが、過去にそのウラインを用いた陶芸家の記録は現在まで発見されていません。ホイミを参照。SCP-634JP-1 の芸術的価値はほぼゼロであると専門家により鑑定されています。SCP-634JP へ到達した対象は SCP-634JP-1 を1点のみ持ち帰ることが可能です。2点以上持ち帰ろうとした場合、SCP-634JP から退場する瞬間に1点を残してそれ以外がランダムで消失します。何も持たずに帰ろうとした場合、SCP-634JP から退場する瞬間に対象の手に1点の SCP-634JP-1 が握らされます。対象が SCP-634JP から退場した瞬間、対象は SCP-634JP から約 1km の地点へワープします。SCP-634JP-1 を持ち帰った対象は SCP-634JP-1 が非常に芸術的価値の高い陶芸品であると信じ、その素晴らしさを周囲の人間に宣伝するようになります。SCP-634JP-1 の価値を否定された場合、否定した人物に対して攻撃的になり、場合によっては相手に直接的暴力を行使します。これは対象にクラス A 記憶処理を施すことで回復します。SCP-634JP-1 自体に異常要性は見られず、対象以外が手にしても精神影響を受けることはありません。対象以外の人物が長時間に SCP-634JP-1、写真、映像を含む、を視認する、SCP-634JP-1 に物理的に接触するなどした場合、SCP-634JP-1 が非常に芸術的価値の高い陶芸品であると徐々に信じるようになります。ホイ1参照。発見。SCP-634JP 発見のきっかけは、2010年月日に県のローカル局で生放送された一般人が持ち寄ったお宝をプロが鑑定して値段をつける、といった内容の番組です。当放送にて自身が持ち寄った茶碗を何の価値もないと評価された氏が異様に激高して鑑定士に殴りかかり重傷を負わせ、逮捕後も留置所内で同様の事件を複数回起こしていることが財団職員の関心を引きました。
留置所にてインタビューを行った結果、英野に奇妙な屋敷を見つけたこと、そこで茶碗を一点持ち帰ったこと、玄関を出た途端に別の場所にいたこと、などの証言を得ました。その証言をもとに、英野の探索が行われ、SCP-634-JP の発見に至りました。実験記録。実験 634JP、A、2010年、4月15日。対象、D、1427-42。装備、GPS 付き無線機、ビデオカメラ、各種バッテリー。手順、無線機からの指示により SCP-634JP の座標まで誘導。結果、1時間後に SCP-634JP に到達。GPS、無線機、ビデオカメラともに正常に作動。ビデオカメラで SCP-634JP 内を撮影した後、職員の指示した SCP-634JP-1 を持ち帰るよう指示。指定された SCP-634JP-1 を持ち玄関を出た瞬間、D-1427-42 の座標は SCP-634JP から約 1km の地点へワープした。期間後、D-1427-42 は職員に対して SCP-634JP-1 を財団施設の標準の備品とすることを主張した。中期、装備に関しては以降の実験でも同様とする。実験 634JP-B、2010年月16日。対象、D-1427-42。手順、無線機からの指示により SCP-634JP の座標まで誘導。結果、D-1427-42 は、こんなことをしている時間はない。あの素晴らしさをより多くの人に伝えなければ、と主張し移動を拒否したが、指示に従えば SCP-634JP-1 を財団施設の標準の備品にすることを検討する、と説得。誘導を開始するも、GPS により D-1427-42 がワープしたことを観測。同様の現象を4回記録した3時間後、D-1427-42 には帰還が命じられた。その後、クラス A 記憶処理を施され精神影響から回復。研究員メモ。同じ対象が SCP-634JP を2度訪れることはできず、対象も積極的に行おうとはしないようだ。博士。実験 634JP-D、2010年、5月3日。対象、D-188219。手順、無線機からの指示により SCP-634JP の座標まで誘導。結果、1時間後に SCP-634JP に到達。ビデオカメラで SCP-634JP 内を撮影した後、SCP-634JP-1 を持ち帰らないよう指示。玄関を出た瞬間、D-188219 の座標は SCP-634JP から約 1km の地点へワープし、その手には SCP-634JP-1 が握られていた。期間後、D-188219 は SCP-634JP-1 の素晴らしさを熱弁し、それを適当にあしらった職員に対して暴力を振るおうとして取り押さえられた。その後、クラス A 記憶処理を施され精神影響から回復。実験 634JP-E、2010年、5月9日。対象、D-158292。手順、D-188219 が持ち帰った SCP-634JP-1 を見せ、芸術的価値を感じないことを確認。その後、無線機からの指示により SCP-634JP の座標まで誘導。結果、GPS により D-158292 がワープしたことを観測。同様の現象を3回記録した2時間後、D-158292 には帰還が命じられた。研究員メモ。どうやらすでに SCP-634JP-1 を見たことがある対象は SCP-634JP にたどり着けないらしい。オブジェクトの性質から推測するに、SCP-634JP の目的は SCP-634JP-1 の価値を認めさせることのようだが、何かしっかり覚える。博士。実験 634JP-I、2010年、5月17日。対象、D-138271。手順、無線機からの指示により SCP-634JP の座標まで誘導。結果、1時間後に SCP-634JP に到達。ビデオカメラで SCP-634JP 内を撮影した後、SCP-634JP-1 を持ち帰らないよう指示。この際に D-138271は2点の SCP-634JP-1 を手に引っ掛けて落下させ破損させる。
次の瞬間、P138271 の座標は SCP-634JP から約 1km の地点へワープし、その手には SCP-634JP-1 が握られていた。帰還後、P138271 は、SCP-634JP-1 を重要文化財に指定するべきだ。担当者と話をさせろ、と主張を繰り返した。クラス A 記憶処理が実行されたが回復せず、その後終了された。不起。クラス A 記憶処理を施しても対象が精神影響から回復しなかった唯一の例。ホイチ。2010年11月27日、SCP-634JP の担当研究員であるウ博士が SCP-634JP-1 を自身のオフィスで使用し、研究補助員らにそれを自慢している様子がサイト管理官により発見されました。その後、博士は査問委員会により査問にかけられました。以下はその抜粋です。回答者、博士、質問者、管理官、抜粋開始、管理官、博士、なぜ査問にかけられているか理解していますか？博士、業務をサボっていたからだろう。確かに多少サボってはいたが少々厳しすぎはしないかね？管理官、まあ良いでしょう。なぜ SCP-634JP-1 を私的に使用したのですか？博士、あんなに素晴らしい湯飲みなんだ。使わないと失礼じゃないか。管理官、なるほど。しかし専門家は芸術的価値はほぼないと言っていましたね。博士、それはその専門家の目が節穴なんだろうさ。管理官、あなたも以前、SCP-634JP-1 に対して凡庸な出来だと評価していたように記憶していますが。博士、そんなことも言ったかな。まあ、あの頃は私も陶芸に関する見識が浅かったからね。あれは間違いなく良いものだよ、そう思うだろう？管理官、そうですね。研究補助員たちは SCP-634JP-1 に対してどのような感想でしたか？博士、以前は理解がなかったが、徐々に良さを分かってくれるようになったよ。見る目のある部下を持って私は幸せだね。抜粋終了。査問終了後、博士や研究補助員に対して精神鑑定や周辺調査が実施された結果、SCP-634JP-1 自体にも特異性があることが判明し、収容プロトコルが改定されました。博士や研究補助員に対してはクラス A 記憶処理が施され、担当者は変更されました。ホイに、2020年7月22日、江戸時代の有名な陶芸家であるが、SCP-634JP-1 に記されているウラインを使用していたことを示す資料が発見されました。この陶芸家は生前は全く評価されず、400、500年以上を経て評価されるようになったことが知られています。現在評価されているの作品が純粋な芸術的価値によって評価されているのか、SCP-634JP-1 と同種の特異性によって評価されているのかの判断は困難を極めており、調査は継続されています。